地獄谷石窟物、地獄谷石窟物は奈良県奈良市春日野町にある石窟物。お二山から吉山へと続く春日山信仰に由来して野牛街道の滝坂道に点在する石仏の一つ、聖人窟とも呼ばれる。正面中央に位置する高さ1.4メートルの最も大きな仏像で二重のレンゲ座に、 結果、不座するる社名物と十一面観音平安時代の作とみられ、石を切り出すための業界岩室の岩盤をくり抜いた洞窟の壁に、釈迦如来像と、その左右に、薬師如来と十一面観音、右壁面には、如意輪観音、左壁面に、阿弥陀如来座像と、千寿観音の、計六体が宣告されている。洞窟は、 開口3.9メートル、奥行き2.9メートル、高さ2.4メートルある。経年変化で退色しているものの、各所に美しい彩色の跡が見られ、洞窟内に生えた苔の緑色とのコントラストが特徴的。これらは大仏殿根流に際し、石材取りの石膏が彫刻した説や山節が岩窟に寝起きして彫刻したとする説などがある。付近には、 カスガ山石窟物をはじめ、滝坂道に夕日観音、朝日観音、首切り地蔵など多くの石仏家が存在する。1924年に国の史跡に指定されている。洞窟向かって左側。右壁に掘られたニョイリン観音高さ1.7メートル、中央に高さ1.7メートル、幅1.12メートルの枠取りがなされた奥壁に宣告される。より、 ありがとうございます。